コーラディ・リエンツォ・コーラディ・リエンツォは中世ローマの政治家である。ローマの五民間を認じた。コーラが行った姿勢改革をコーラ革命とも呼ぶ。リハルト・アーグナーのオペラ、リエンツェを通じても知られる。ローマのトラス・テベレ出身、父は宿屋経営者、母は洗濯女で若くして交渉人になった。弁絶に巧みで熱心な古代賛美。 また貴族批判の演説を行った。当時の教皇庁はアビニョンにあり、ローマは荒廃していた。1343年、コーラはローマ市民の施設団に加わり、アビニョンを訪問。教皇庁に仕えていた人文主義者のペトラルカに会い、古代ローマの栄光を熱く語って、ペトラルカを感激させた。教皇クレメンス6世はコーラを祝福し、1350年にローマで、 第二の青年を行うとの教書を発した。青年の実施は歓迎され、ローマに帰還したコーラは市民の支持を集めた。1347年5月、コーラは議会を召集し、数千の群衆の前で貴族を標的にした改革考領を発表し、喝采で迎えられた。独裁官の権限を与えられたコーラは、自らに新生ローマ共和国解放者なる称号を、 授けた。軍隊を指揮し、税制改革を行い、貴族で模様者なく、裁判にかけた。次第に古代妄想的な原稿が多くなり、皇帝のように振る舞い、自らを聖母の息子に例えることもあった。ステファノコロンナをはじめとする貴族たちと対立し、貴族たちはコーラ打倒の軍勢を集めた。教皇の施設はコーラに引退を命じ、 拒否するなら3年後のローマでの青年祭を取りやめるとした。こうして、教皇の指示を失ったコーラは12月にローマを離れた。アブルッツ山中の修道院に2年間身を隠した後、1350年、プラハのボヘミア王カレルを頼った。1352年、アビニョンに向かい、教皇庁に監禁された。その頃、ローマではバロンチェッリという先導家が現れ、 コーラの意志を継ぐと称して、政権を握り、貴族階級を追放していた。教皇イノケンティウス六世は事態を収めるためコーラを、ローマに送ることを決めた。1354年8月、ローマに就いたコーラは、バロンチェッリを追放し、元老院議員、失勢として、再び政権の座に就いた。コーラは気に食わないものを、次々と処刑したため、市民の不満は高まり、 復帰して、数ヶ月で反乱が起こった。10月、裏切り者に死をと叫ぶ群衆に取り囲まれ、コーラは変装して、逃亡を図るも捕らえられた。群衆の中で、かつての部下に視察され、滅多切りにされた死体は、コロンナ家の地区で2日間晒された。エルバルジーニ、イタリア人、公文社、1965年、138p。ありがとうございます。